はい、皆さんこんにちは。今日は2019年1月のキャンペーンとイベント情報をチェックしていきます。まず一つ目がトミカいっぱい集めようプレゼントキャンペーン2019です。で、ページの方下のここだね。バーコードで応募、トミカいっぱい集めようプレゼントキャンペーン2019だね。で、今回もオリジナルトミカが抽選で1万名様にプレゼントされます。下の方を見ていくとここだね。バーコードを5枚集めて当てようということで、このバーコードが2017年以降に発売されたトミカでないと有効じゃないんだね。箱の後ろの部分のバーコードを切り取って応募用紙で郵送するんだね。オリジナルトミカのデザインはこれだね。車種はシビックタイプ R で、ホンダカスタマーレーシングスタディ2018年仕様のフランクフルトモーターショー出展車っていうことになってます。なんかデザインかっこいいね。ボディカラーはブラックのマットな感じの質感なのかな。そこにレッドのアクセントでデザインがされてます。で、ページの下の方を見ていくと、専用の応募はがきがここからダウンロードできたり、バーコードの対象商品もここに出てるね。こんな感じで2017年以降のトミカのバーコードだね。で、下の方を見ていくと、ロング箱、ロングトミカでも有効みたいだね。で、キャンペーン期間が2019年の1月1日から3月31日の当日決心有効ってなってるね。で、2018年はこのモデルだったね。ランボルギーニチェンテナリオのロードスターでした。これも以前レビューしたので、またリンク貼っておくので見てください。で、プレゼントキャンペーンの景品って言っても、結構これもクオリティ高そうだよね。注目の1台になるんじゃないかと思います。で、次はイベント情報だね。今年もやってきたのが東京オートサロン2019です。東京オートサロン2019は1月11日から13日の間だね。会場は今年も幕張メッセで開催されます。で、この会場では限定トミカの発売がされるね。下の方を見ていくとこれだね。オリジナルトミカ発売決定ということで、トミカネッツ標語 86BS トヨタ86っていうのが販売されます。去年もこういうモデル発売されたけどデザインが違うね。で、このシリーズの良さはやっぱりフルタンポ印刷で実写のデザインが再現されてるっていうところが魅力的かな。で、下の方を見ていくとこれだね。東京オートサロン2019の開催記念トミカです。で、この車種はホンダシビックタイプ R でブラックのボディカラーだね。で、ルーフの部分にオートサロンのロゴがプリントされてるみたいです。で、次がこれだね。オートサロンのトヨタ CHR のボディカラーが、これはピンクなのかな、メタリックのピンクなのかな。で、ボンネットの部分にオートサロンのロゴがプリントされてるタイプだね。なんとなくこのカラーっていうとピンククラウンっぽいけどね。で、下の方行ってもう1台がメルセデスベンツ G クラスだね。ボディカラーはブルーの、これもメタリックなのかな。で、サンルーフの部分にオートサロンのロゴがプリントされてるみたいです。で、オートサロン限定のこのトミカは1つ700円だね。で、オリジナルトミカの方は800円の価格になってます。で、自分の場合も一昨年ぐらいにオートサロン行ったんだよね。すごい人だったね。でも、こんな感じの限定トミカの販売があったので、コレクションが増えたので良かったかな。だけど交通費とか入場料とかって考えると、ひょっとしたらオークションとかで買うのもいいかもしれないです。はい、今回は2019年の1月のキャンペーンとイベント情報をチェックしていました。で、バーコードを5枚集めて応募ができるこのホンダシビックタイプ R のフランクフルトモーターショー出展車は、これはぜひ手に入れておきたいね。当たるかどうかわからないけど、当たったらまたレビューしてみたいと思います。で、もう一つが幕張メッセで開催される東京オートサロン2019だね。
で、その会場で発売される限定トミカも魅力的だね。特にこの86は手に入れたいかな。だけど去年は確か会場で発売された後にしばらく経ってからタカラトミーモールでも販売されたね。すぐに完売しちゃったけど、そんな感じでネットでも買うことができるかもしれないです。東京オートサロン2018の時みたいに2019年もタカラトミーモールとかで発売してほしいね。で、東京オートサロン開催記念トミカのこのシリーズの方はさすがにタカラトミーモールでは販売がないんじゃないかな。2018年の時も確か販売がなかったかと思います。で、前回開催された時は開催直後はもうメルカリとかヤフオクで出品されてたね。かなりの高額になっているので、その辺検討される方は注意してください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。